プレゼント企画実施中です。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。電車に引かれるぞこれ。もしかしたらここ電車通るじゃん。みんな来た来た来た、電車来るぞ。いいっす、これいいっすよ。こう写真とこうやってせーの、はい。あーじゃあどうもそうです。ということでね、スプラトゥーンやっていこうきゃんですけども、今回ちょっと久しぶりにね、バグやっていこうかなと思います。今回は、ソーダさんにね、ラグバグ、まあ、ソーダさん率いる、まあ、いろんなね、この人たちがいるわけなんですけども、まだちょっと参加をしてんだけど今ね、まあ、いろいろとね、ラグバグがあるらしいので、それをね、今回はやって、教えてもらおうかなと思います。ということでね、いや、ラグバグさ、ちょうど1年前くらいにできなくなりました、みたいな感じのさ、アップデート入ったんだけど、未だにできるんだね。まあ、とりあえず、やっていきましょうか。それでは、やっていきましょう。よーし、ということで、縁側選手でやっていくみたいですよ、これ。ということで、ソーダさんよろしくお願いします。ということで、やっていきましょうか。これ、あれかな？ちょっと当てさせて、多分ね、あそこの橋に登るバグでしょ、多分。ね。多分、そうだと思うよ。よし、ナイス。ナイスって言うんだ、まずは。あ、ナイス。挨拶は本当に大事ですからね、本当に今の世の中。今の世の中ってか、いつでも大事なんですけど。お、なんだ？カモンと。あ、やっぱこれさ、橋の上に登るやつね。なんとなくの予想だけどさ。お、ちょっと飛びました。して？お、なんか、今、ビーコン壊れるタイミングおかしくなかったか、今。飛んだ瞬間壊れたね、ビーコン。お、いっか。飛ばなくね？あれ？何これ？僕が飛べないよ。飛んでた。あら。お、あー、これ、これ何度もいい感じに繰り返して、なんか運よく、鉄骨渡りっていうのは、鉄骨渡りっていうか、まあ、鉄骨の方にね、飛び移ることができるって感じなのかな？そういうバグなんでしょうか。お、あー、なかなか成功しないが。なんだこいつは。他でもカモンって言ってるやついんな。あれ？あ、え？嘘、待って。見てなかった。待って、いけてたっぽい。いけてるわ。え？嘘。すげえ、すげえ。待って。これさ、あ、死ぬもしかしてこうって。あ、すごい。待って。すごいぞ。待って、これ、ちょっと。いや、登れなくなっちゃった。あ、オッケーオッケー。あ、これこうやって登れるのか。え、これさ、電車に引かれるぞ、これもしかしたら。ここ電車通るじゃん、みんな。だここに、あそこになんか、クラゲちゃんがいる、あそこにクラゲちゃんがいるんだよ、このマップって。かわいいね。これさ、え、なにここって渡れないじゃん。え、違う。あ、ダメだ、飛び越えられないわ。え、待って。どういうこと？ここってさ、おー、すごい。え、電車、うわーうわー、電車に引かれてるよー。すごいなー。え、すげーな、これ。あ、待って、落ちた。あ、落ちたら一巻の終わりだな、これ。よし、まあ、とりあえず飛び移りまして、こっからなんかまだ別のところに行けたりするんですか？皆さん。お、カモン。お？はい、来ましたよ。なんでしょうか？カモン。お、え、これで記念撮影的な？おぉ！わ顔面が隠れておる。顔面がか、ギアで顔がどんな顔してるのかよく見えねえんだけど。すげえ。もっかい電車来ないかな？もっかい電車、お、なに？え？あ、向こうに戻ってった。もう一回で、あ、電車来た。降りろ。来た、電車来るぞ。よし。いいっす、これいいっすよね、こう写真撮ろう、こうやって。せーの、はい！あーじゃあ電車がすげー。え、ちゃんと作り込まれてる、やっぱり。電車がすごいね。電車してる。あ、でも戻ってきました。あ、まだあるのか？ということで、ここにビーコン置いてるわけなんですけれども。これ、どんな感じなんだろう。お、また。飛んでいきました。あ、これ、あそこにあるさ、電気のなんかライトに乗るやつかな、これは。このバグは。そういう推理をした、僕は。そう、多分そうでしょ？違うかな？今、ちょっと頑張ってるんで、ちょっと見ていきましょうか。頑張れ。お。いや、なかなかね、いけないですね。なかなか難しいやつなのかな、これは。うん。おすごい！なんだ、今の。え、次、なんかいけてた。気づかぬうちに行けてたわ。え、すげえ。やっぱでも、このね、ライトに乗るやつだ、これ。うわ、待って。おー、すげえ。皆さん見てくださいよ。皆さんこれ見てくださいよ、これ。登れますよ、ここ。こう、スプラトゥーンクレームでここに来れたら、しばかれるな、多分。スプラトゥーンクレームでここに来れたら、しばかれるな、多分な、ここ。お、で、ここさ、ここに落ちたりできる。落ちれるの？あ、落ちれない。向こう側には行けないわ。あー、向こう側には行けませんね、ここ。あー、すごい。あ、落ちてった。あ、またなんか、ここにね、立つことができました、僕チンは。見晴らしがめちゃめちゃいいわ。あ、終わっちゃう。あ、でも延長すんな、これ。お、すげえ。見晴らしがすげえいい。すげえ見晴らしがいいんだけど。
はい、ということで、まあ、そんな感じのバグでした。あ、延長始まっちゃった。これかな、これ、あとはこれで終わりかな、こんな感じ。ナイス、ありがとうございます、ソーダさん。次、次は別のマップでやるのかな。次もじゃあ別のマップ見ていきましょう。あれ、またなんかすんのこの人、またなんかしようとしてる、もしかして。お、またなんかしようとしてるぞ、多分。なんだなんだ、何をしようとしたんだこの人。めっちゃ回ってんだけどベイブレード、ベイブレードみたいに回ってんだけど、これ大丈夫。お、なんだ、お、すごいすごいすごい、なんかよくわかんないけど、なんか頑張ってるぞ今。あ、なんだ、あれ、どっか、あ、どっか行っちゃった。まあ、はい、ということで、まあ、2個ね、2個のバグが、2つね、このマップにバグがあるのかな、まあ、すごいね。よくこんな見つけられんな、マジで。次のね、やつ、やっていきたいと思います。それでは、やっていきましょう。よーし、ということで、ホテルニューオートロ、夜の、え？夜バージョン、まさかの。まさかの夜バージョンですよ、ホテルニューオートロ、やっていきましょう、ということで。今回、さっきはガチアスタリのマップだったけど、今回は、あれなんかガチ、縄張りだった。ガチマッチでルールですよ、なかったわ。ということで、じゃあ、あ、ソードさん、ここに隠れるみたいですけれども、どんな感じ隠れるんだろう。お？あ、あそこの上に乗るやつか。なるほどね。あそこの上に乗る気だな、多分。乗れたらすげえぞ。ナイス。頑張れ、こう、ナイスを送って応援しましょう、皆さんで。ナイスを送って応援しましょう。そうそうそう。お、あ、やっぱ、お、すげえ、待って。よし、ここで、どうだ、ここに行けばいいのか。あれ？あれ？あれ？今一瞬登れてたよね。なんか今さっき一瞬さ、瞬間の上に登ってたよね、今。すごいぞ。じゃあ、このソーダさんが上に登った瞬間。いいのか？これはいいの？これでいいのか？あ、これでいいのか？え？わあ、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 すごい、すごい、すごい、すごい。あ、いてー、死ぬんかーい。死ぬんかーい。いや、これはすげえ。え？これ。すごいぞ。皆さん見てください、これ。え、めっちゃいいじゃん。いてー、あ、死ぬ。机に立とうとら死んじゃうんだ。机に、なんか、机に近づいたら死ぬぞ、ここ。いや、でも面白い。え、すごくないか。この、クラゲ、あー、クラゲ、なんか、この、クラゲとかに触ったら死んじゃうわ。あ、こうやって、あ、こうやって歩いていけばいいのかな、こうやって。おいしょ。ちょっと、怖い。綱渡りしてる感じですげえ怖いんだけども。これは、こんな感じで、渡れるぞ。え、すげえすげえ。中身が見える、この部屋の。え、マジですげえ。ちょっと、あ、普通に歩いていこう。え、でも夜のさ、夜って綺麗だな、夜のマップって。あ、この、あ、この感じなんか、鉄骨あたりというか、なんか綱渡りができますね、ここで。お、なに、ナイスって。お、ナイス。あ、わー、すげえ綺麗。え、すげえすげえ。すげえ、めっちゃ花火見えるじゃん。え、すごいわ。ちょっとここって、渡ってこう、こうやって。うわ、いいね、いいね。いいね、いいね。楽しいね。で、ここさ、立てるんだよね、ここの場所。あれ、死ぬ、あれ、さっき行けたよね。さっきなんか歩けたよね、さっきの場所。ちょ、もうちょっと時間がやべえな。ナイスってきた。ここに切って、よいしょ。で、あ、ここにやっぱ立てるんだ。え、すげえすげえすげえ。すげえ、すげえな。すげえな。ここ。ここすげえな。え、楽しい。ちょ、なんか、え、めっちゃ綺麗。普通に。ここ普通に行けるようにしてほしいな。めっちゃ花火が見えやすいじゃん、ここの場所。絶景よ、ここ。絶景ポイントよ。いいじゃん。いいじゃん。普通に。はい、という今回は、ソーダさんにね、バグを教えてもらったわけなんですけれども。いや、面白いね、やっぱり。まだまだ、あるみたい。てかさ、ホテルニューオートロのさ、最後の何花火がバンバーンってやってさ、ラウンジみたいな、ベランダみたいな感じのところにね、登れるの、クソ楽しい、あれ。あれ、なんか一番のお気に入りポイントかもしれない、あの場所。かなりね、綺麗。スプラトゥーンって綺麗だなって思った。前から結構綺麗だと思ったけど、だからなんか花火とかさ、夜景もちゃんと作り込まれてさ、やっぱすげえなーと思って、このゲーム。やっぱ、毎回言うんだけどさ、バグするたんびにさ、やっぱこのゲームの裏側って見れるじゃん。どういう風に作られてるのかみたいな感じで。やっぱそれを見るとね、やっぱね、なんか、うわ、ちゃんと手込まれてんなーって思ったりするんだよね、やっぱり。いや、かなりね、すごいゲームだわ。本当に。はい、ということで、今回ね、手伝ってくれた、ソーダさん。そしてその他の皆さんね、ありがとうございました。いや、面白かったね。ということで、またね、別のバグ見たかったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。コメントとかでね、こういうバグがありますよとか、これあったら披露できますよっていうのがあれば、よかったらね、コメントしてくれると嬉しいです。ということで、じゃあ、また見てくれると嬉しいです。では、バイバイ。